こんにちは、みゆです。こんにちは、森です。お願いします。よろしくお願いします。まあ、またやってまいりました、埼玉ゴルフクラブさんってことで、ハーフラウンドの、まあ、レッスンをまたやってもらおうと思うんですけど、その前に練習場に来ていただいて復習やった方がいいんじゃないかなと思いまして、まあ、何かこう前回やって気になることとかありましたか？気になることはあれからちょっと練習してるんですけど、いろいろ頑張ってうまくこう返せてる、こうフォローマットにクラブが立って照れてるかっていうところもちょっと自分でやっててなかなかできたできないが分からなくなっちゃってるっていうところと、あとなんかこう目標物に対して前回結構右向いちゃってたりとかしたってことがあったので、なんかその打つ時のなんか見方というか、なんかそういう構え方みたいなのがあれば教えてもらいたいなと教授ました。思いました。了解です。はい、お願いします。お願いします。じゃあ前回の復習でちょっとクラブ縦のイメージ言っていきましょうか。はい、飛び上がって、はい、何曲かっていきましょう。はい、みーちゃん、それは何番やんですか？これ7です。7でいいですか？あ、大丈夫です、大丈夫です。はい、なんなら何でも OK みたいな。うん、オッケー。クラブの立て方なんですけど、ちょっと黒でもらおう。立ってるは立ってる。やっぱりそうですよね。なんかでもそうですよね。立ってるは立ってるんですけど、はい、この右手のひら、はい、クラブ持たなくて右手のひらが、はい、今の立ち方で言うとこういう形になってる。自分の方向いちゃってるんですよ。はい、そう、こういう立たせ方しちゃってるんですよ。そうだから立ってるは立ってるじゃないですか。はいはい、こっちじゃなくて真逆なんですよね、向こう。そう手のひらでやるとしたら構えて打ち回し、立った時に手のひらが目標方向を向くようにしてもらいたい。そう今そのクラブ持ってもらって、今のみゆちゃんはどういうふうになってるんですか？こっからこういう立ち方になってる。確かにこっちそうしてます。でもっと極端に言えば手のひらがこっち向いちゃってる、右手のひら。ああ、それすごい極端。さっきのだとちょっと分かんない。今のだとこういう感じなんですけど、本来こっちなんですよ。うん。なんで、要はフェースが開いた状態で当たっちゃってるってことです。このスクエアに対してこうなっちゃうとフェースが開いちゃってるんで、右に行ったりとか、ベローンってこう下から入る打ち方になっちゃうんで、ダフったりトップしたりしやすくなっちゃってるってこと。へぇー。そうだったんだ。そう。そうです。ちょっとそれで打っていきましょうか。はい、もしもし、せーちゃん、うん、そうそこですよね。なんか返すことは意識してるんですけど、何かが違うんだろうなとは思ってたんですよ。はいはいはい、返そうって意識はいらないですよ。その動きをしようとする道中に勝手に返るような形になるんで、この最後の形だけ意識してもらえば大丈夫。変に返そうとかしなくて大丈夫。そうです。よし。右手の甲が自分の方を向くようにしてあげる。そう。そう。もうちょっと頑張って。はい。やっぱ残ってる手見ると。そうですよね。もう立っちゃってますね。こっちの時は。そっちの時はそれも大丈夫です。はい。それは大丈夫。打ち終わってから、そう。なんでかっていうと、構えてから打つまでの間、構えてから上げるまでってゆっくり上げてるんで、そんなにクラブ自体が遠心力とそういうのがないんですけど、振っていくときって遠心力がかかるんで、遠心力ってわかります。はい、大丈夫です。遠心力があるとフェース開きやすくなっちゃうんですよ。なんで
このぐらい意識してあげないとフェースが遠心力がかかった時に開いちゃいますよってことなんですよ。だからここでまっすぐの状態だと実際振っていくときは開いた状態で当たっちゃいますよって言われます。それ上げていく構えとかトップまではそんなに意識しなくて大丈夫。わかりました。じゃあいいですよ。結構癖になっちゃってそうですね。意識してるんだけどな。うん、オッケーオッケー。まあ、ハーフショットでそれを慣れてもらって徐々にフルショットに変えていくっていうような感じ、なるほどね。なんとなくは分かった。分かります。おお、こう、うん、そう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 、今が、ね、そっち、そう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 。あのさ、ちょっとさ右に出てるじゃん、はいはい、それはまた別ってこと？別で、はい、今彼女はクラブ立てるとこにやっぱフォーカスを置いてほしいので、これで直そうとするとそこが飛んじゃう可能性があるんで、この形ができてきてからプレッシュしていこうかなと思ってます。ちなみになんで右に行っちゃうんですか？手で上げちゃってるっていうのがあります。あ、低位置になっちゃうんで。それはすぐというか、このあとこの続き直さない方がいいんですか？とりあえずもう今は縦のやつだけの方がいい。そうですね、はい。あ、じゃあ一回それ振ってったと思ってなっちゃうんで、じゃあそれを癖づけてもらって、そうそうです、ある程度できたらちょっとそっちに、同時にはちょっと難しいからってこと。そうです、そうです。あ、分かりました。そしたらじゃあ次は何でしたっけ？次はあの、じゃあ方向、はい、あ、方向ね。そうです、はいはいはい。あ、分かりました。じゃあそれを、じゃあ次は習いましょうか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。